はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのパワープロの日高野菜ガチャを引いていきたいと思います。でバナーキャラとしては風なぎ、国樹、なるみ、火災の、4キャラとなっておりまして、まあ、全員復刻キャラですね。で、まあ、自分の中ではやっぱりなるみですね。この中だとなるみが現在 PSR プラ1で SR のねプラ5も、1個確保してて、でさらに SR が1個あんのかな。でここでね、40連目でバナー PSR1 枚出てくるので、なるみのね PSR が出てくるとかなり解放が進むのでね、まあ、ここはぜひともなるみが欲しいところではあるんですけれども、まあ、他のキャラに関してもね、全然育てきれてないので、風なぎがね現在プラ3で、風なぎはやっぱプラ5まで育てて技術ボーナスをつけたいと。で国樹に関してはそもそも持ってないんで、まあ、出てくれればそれでもよしと。で火山院も多分なんかプラ0とかプラ1とかそんなレベルだったんで、まあ、他のキャラもね、ここで育てていければと、思います。なので今回はまあ40連目のバナー PSR1 枚確定のところまで、引いていきたいと思います。ただ、ちょっとまたねチケットを使いたくて、あの無事ねメガネ登場の PSR を1枚母体として確保することができましたので、またここの特選チケット2枚ありますので、こいつを使って、まあ、登場が出てくれれば、またちょっと解放が進むというところですね。まあ2個一気に引いていきましょう。東雲とか今どうだったっけ。結構育ってるんだよね。プラ5にはなったんだかなってないんだかよくわからない。東雲と結局登場出てこないしって、まあ、登場はね別に通常登場からも解放できるので、じゃあ高野菜の方に行きますか。タンガチャもまた例によって引くか。バナー PR、確定なのでまずタンガチャ1回引きましょう。おグググポン、普通なるみが欲しいな。国樹か。だったら国樹の PSR もなちょっと確保しておきたい。10連目、いきます。ここは通常の SR が1枚確定と。こういう時にバナーから出てくれると嬉しいんだけど。お2枚抜き。おお泣きちゃ、この前手に入れたばっかなのに、まあまあまあ別にいいや。解放していこう。あ火山院だ。おなるみの PR いいね。まあまあまあいい感じですね。なるみのなるみじゃねえや、なんだっけ、風なぎの R も出てるんで。ここでもでも PR の国樹もいたね。で国樹ってアプリの方だと上限アップがついてるじゃないですか。ミート上限アップ、いつか国樹に上限アップつくのかね、実装されたら。ちょっとそこはわからないですけど、20連目に行きます。ここはバナーから SR1 枚確定と。なるみ、まあ、なるみはねでも PSR で欲しい。ここは1枚。お風なぎだ、よし悪くない。だ風なぎ今 PR どういう状況だったっけな。 PR 突っ込めばもしかしたら風なぎプラゴが出来上がるかもしれない。ちょっと手持ちがわからない。ちなみに反転すれば国樹ですね、まあ、確定枠のところでね。30連目、ここもバナー SR になってます。うん安定の1枚、まあ、確率アップはないからね。おお、なるみ、よしよしよし、まあまあとりあえず解放用に、まあ、30% では突っ込まないですけどね。 PR とかをぶち込んでちょっと SR プラゴをもう1個作り出すか、まあ、これ次第だね、全てはこれ次第。40連目いきます。ここはバナーの PSR が1枚確定しているので、演出的には普通だな、普通の SR 演出だな。お2枚入ってる。さあここ、おーしよしよしよし、でかいでかいでかい、
なるみの PSR はかなりでかい。おお最後いいね、ゼニ型のとっさん最後の最後にいいキャラ来てくれたよまあ落ち着きと落ちね落ちがついたということで、今回はちょっと開放の画面もやっていきたいと思いますので、ちょっとボックスを整理してからまたやっていきます。はい、じゃあちょっとこちらがね、ボックスになりまして、まず火山印ですね。火山印に関してはさっき出た SR も含めて、くっつけました。くっつけた結果現状プラ3になりましたというところで、でなるみはちょっと最後に、説明するとして、風なぎですね。風なぎはねそもそもね PR がなかったわ。 PR の母体がないのでここに、SR くっつけてもプラ4で、あとは、大丈夫博士像を全部引っ張り出してきたんですけど、まあ、ちょっと風なぎ1枚のために使うのはね、もったいないかなと思いますので、まあ、今回の目玉はなるみですね。でなるみは現在ここに PSR のプラ1で、さっき手に入れた PSR でね、 PR がやっぱ意外に少なかった。 PR がね2枚しかないんですよ。で SR のプラ5が1枚ここにあって、であと通常の SR が1枚ずつということになってますので、まずはこの PSR に、PSR くっつけてプラ2になるでしょ。でプラ2になって、この SR プラ5をくっつけてプラ4までいけば大丈夫博士像を全部、駆使してこの SR を、プラゴにして、PSR をプラゴを作り出していきたいと思います。なので今回の最大のポイントはこのプラゴが2解放するかどうかというところですね。じゃあちょっといきましょう。まずはちょっと待って、まずは PSR 普通にくっつけます。で SR プラゴはねもうプラ3が確定してるんで、もう食わせちゃって全然いいですね。でまあ、これはもちろん、1しか上がらないので、2でしょ。で次よ、ここで、プラグを食わしてプラ4になればもう全ての大丈夫博士像を使い切って、どうだ3か1かってことはよ、SR が1枚ずつ残ってるから、いやちょっと無理だな。大丈夫博士像だって使ったとしても、この PR は大丈夫博士像10枚ぶっ込めばプラゴにはなるでしょ。プラゴにはなるとはいえ、あここに R があるのか。どうする、もう一回やってみる。母体はちょっと2つなんで、これにこれを食わせるのはちょっともったいないよね。でそうすると今金の大丈夫博士像がただ2枚なんだよね。2枚でしょ、1、2で3、4、これどっちかに解放してくれないとプラゴにはならないのか。作り出してみる。とりあえずじゃあこの R をもうやろう、せっかくだから1、2、3、4、5でこれプラゴ作り出して、ロードがちょっと長いそうこういう画面か、経験値は特に手に入んないからね。で、この PR に、R プラゴ1回壊せよ。ちょっと2解放するかもしれないからね。うん2解放したね。いやここじゃないのよここじゃなくてさっき出てくれよ。まあいいや、2でしょ、345、これでプラゴが出来上がって、ほいでこれがまた SR に食わせて2解放するかどうかなのよ。ロック中になってんね。これ1回ロック、これはロック外さなくていいのか、これ自体は。そうか、でこれにだからプラゴをまず1回食わせよう。で1か、地道に育てていくか。そうするとだって金2つはな、ちょっとねもったいないよね。一応誰に使うかって言われたら、一応佐伯さんが出たら佐伯さん用にね取っておきたいなっていうのがあったので、ちょっと今回はまあこんな感じで終わりにしようかなまあまたなるみが復刻した時にちょっと引いて、それか追いガチャする。いや追いガチャね出ないとねすげえショックだからな。まあでも追いガチャすると一応風なぎプラゴに持ってけるかもしれないのか。で火山印も3でしょ、火山印は別に5にする必要ないんだけど、
こいつ5にするとどうなの？敏将6だって敏将4持ってるでしょすでに。そうだね、敏将4が敏将6になるだけだから、まあ別に35と45は大して変わりはないと思うんで、まあ、こいつはまあプラゴにするメリットはそこまで大きくはないですね。やっぱナルミと風薙くんか、この2人とあと黒樹も持ってないので、黒樹のために追いガチャをするかどうかか、いや悩むわ。だって今回 PSR の出現率アップしてないからね。 SR の出現率は5回目以降、2倍にはなってますけれども、 PSR の出現率が上がってないんで、そこがな、まあ、ちょっとネックではあるんですけれども、まあ、ちょっとうーんっていうところですね。まあ、ただ PR のね、なるみがもうちょいちょい出てくれれば、まあ、大丈夫のね。 PR はそれなりにあるんで、それなりにあるんで、1,2,3,4,5、 もう5枚つくんでも 1,2,3,4,5、うん、もう2つ PR プラゴ大丈夫発火製造だけでも作り出すことができるので、悩みますね。まあ悩みますねというところで、今回はこれで終了したいと思います。うん、ちょっと考えてから追いガチャするか、決めます。まあそんな感じでね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。